さんこんばんは。ナビゲーターのルシ横須賀です。この番組ではサイバーワールドで活動なさっている様々なクリエイターさんにお話を伺います。今回はアーティストのケルパフローさんにご登場いただきます。それでは早速インタビュー映像をご覧ください。こんばんは。今日はケルパさんのところにお邪魔しています。ケルパさん、よろしくお願いします。はい、よろしくっていうことで、今日はケルパさんテキストチャットでお答えいただくので、私がそれを読み上げる形で進めてまいります。それでは早速ですけれども、自己紹介をよろしくお願いいたします。アーティストのケルパと言います。ペンタブレットで PC 上でお絵描きしてました。が、SL に持ち込むと SL の外で印刷したり、ウェブサイトで展示するよりもいろんな表現ができて面白い。SL の外の世界の模倣や再現ではない表現がしたいと思っています。っていうことですね。はい。なので、一枚一枚の絵そのものも作品ではありますが、展示の仕方や展示場所として作ったものもみんな自分の表現だと思っています。そんなわけで、最近はちょっとトリックアートのような作品が増えてますね。ということですね。なるほど。今日もね、お邪魔しているこの場所というのは、SL7B の時に展示された作品をまた再現された上空の展示場っていうかね、そういう場所なんですけれども、本当に何て言うんですかね、ウィザード・ユーというタイトルがついているんですが、本当自分がその見る人がいてこその作品みたいな感じになって、本当素晴らしい場所なんですよね。展示の仕方、展示場所すべて含めてっていうのがすごくよくわかります。はい、ニコニコマークでお返事いただきました。ありがとうございます。それでは、セカンドライフを始めたきっかけというものを教えていただけますでしょうか。はい、自分で好きにものを作れる世界があって、そこにはちゃんとした経済まである、現実と地続きみたいになってると聞いて、要するに好奇心ですっておっしゃってます。なるほどね。そうですよね。この世界は本当にこう自分で好きなように好きなだけものを作れるっていうのは、アーティストさんにとっては本当に魅力的な世界かなって思いますね。うん、はい、ニコニコと、はい、お返事いただいてます。そうですね。そしたら、続いてはセカンドライフで作品作りを始められたきっかけというものを教えていただけますでしょうか。もともと PC で絵は描いていたので、最初は家に飾る絵をアップしてました。見た友達に誘われて、クラブの開店イベントで展示したのが最初の個展です。おー、なるほど。最初からただ普通に額に入れた絵を壁に置くというよりは、展示スペースを立体的に作っていけるのが面白くて、それから機会あるごとに場所に合わせていろんな展示をしてきています。あー、そうなんですね。なるほど。あれなんですね。その、お家に飾る絵をアップしていたって、もうほんとすごい贅沢ですよね。なんか、そのためだけに、なんていうのかな。ケルパさんの家だけにあるケルパさんの絵みたいな。いやー、単に最初の絵が売れるとか思ってなかった。なるほどね。最初はその、
なんていうんですかね、その経済とかがある世界だとは分かっていても、その自分の絵を売ろうとかそういうことはじゃあ全く考えてらっしゃらずにスタートされたんですね。あ、なるほど、自己満足の世界だったのでっておっしゃってますけれども、そうなんですね。でも本当に素晴らしい作品をたくさん作られているんですけれども、それでは最初はね、そうやって絵というか、そういう平面のものっていうか、そういう感じだったと思うんですけれども、得意な作品のタイプとか、あとどのような作品を作ってこられたかみたいなことを教えていただけますか？絵のほとんどは人の形がモチーフですが、多分一種の鏡なんだろうなと思います。大抵モデルも何もなし、自分の気分や心持ちを目の前に形にして見てるという、つまり落書きだなと思います。ああ、なるほど、ニコニコってなってますけど、 SL ではそういう描いている時の気持ちを置く場所を作ってるのかもしれないですね。なるほど、鏡ですね。そうなんだ。本当にね、ケルパさんの絵を描く時っていうのは、そのモデルさんを見て描くんじゃなくって、いきなりこう描き始めて、でお話によると、なんかこう1年も置いてまた描き続けたりとか、なんかそういうこともされるっていうことで、いろんなその気持ちをね、移していくっていうか、そういう作業をされているのかもしれないですよね。なるほどね。わかりました。それでは、延々何年も描いてたりしますよっておっしゃってます。ね、本当にその成長し続ける作品っていうか、多分ね、ここで終わりっていうのはなかなかないんでしょうけれども、そういう意味でもこう、見るたびにこう新鮮なものがあったりするかもしれないですよね。わかりました。ありがとうございます。それでは、作品作りにおいて心がけていらっしゃることっていうのは何かありますか？はい。見る人の気持ちで受け取るものが違うような作品ができたらいいなと思います。客観的な揺るがない存在ってのと対極な、見る人がいないと意味のないようなもの。一度何かが伝わったら終わりではなくて、ずっと読み取っていけるようなものが作りたいなと。でも見る人を直接目指してもわかんないので、自分にとってそういう風なものを作ろうとしています。自分が飽きずに見ていきたいものができたら成功かなということですね。ああ、なるほどね。本当に、はい。ややこしいこと言ってますがっておっしゃってますけれども、自分が面白くって飽きなかったら、誰か同じように面白がる人もいるかなってことです。ニコニコ。なるほど。そうですよね。本当に、こう先ほども鏡っていう風におっしゃってたんですけれども、やっぱりまずはこう自分が、なんていうんですかね、自分が面白がらないといい作品にはなっていかないっていう風にきっと感じてらっしゃるんだろうなと思うんですけれども、なるほどね。だ、そのね、見る人がこの、さっきも言ったんですけれども、この場所のウィザードユーっていうのも、本当にその人が、その人、見る人が入ってこそ、こう作品として意味を成してくるっていうか、そういう場所なので、本当にこう、見るとき見るときで感じる方もいろんなことが変化してくるので、とても不思議な面白い場所だなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。それでは、作品作りにおけるセカンドライフならではの苦労っていうことがあったら教えていただきたいんですけれども、ている環境、設定が人によって違うことですね。昼夜も光の効果も違うのが当たり前で。あ、なるほど、それは大きなご苦労
なさってますよね。本当に普通のね、展示物っていうか、普通の美術館とか個展とか行くときには、の見せ方とかも、こうきっちり決めていけますけど、決めていけるというか、見せる方が決めていけますけど、セカンドライフは本当にその人がどういう設定で見てるかっていうのは、一概にはこう、わからないことだし、これがおすすめですよっていうふうにはできてもね、必ずしもそう見てくださるとは限らないわけで。はい。今座っているこれも昼と夜で随分変わります。あ、なるほどね。そうですよね。これ今私正午で見てるんですが、夜にしてみると、あ、本当だ、すごい雰囲気がガラッと変わりますね。あ、夕方なんですね。じゃあちょっと私も夕方にしてみよう。あ、本当だ、夕方もまたかなり違いますよね。この、なんだろう、まあ、それも設定ですけれども、朝の温度と夕方の温度も、ね、その色の温度がまた違ったりするので、本当に全然、見え方が違ってきますよね。ここはだいたい、夕方がおすすめですかね。はい、周り真っ黒なので影響は少ない方ですが、夕方中心に、でも好きにいろいろ変えちゃえばいいのですっていうことです。なるほどね、そうですね。本当にそのどの見え方が、はーい、ニコニコっておっしゃってますけれども、どの見え方がこう自分にグッとくるかっていうのを探すのもまた楽しいかもしれないですよね。この箱、今座ってるところも今騙し絵みたいにこう見えてると思うんですけれども、これ横からね、見るとどういう風な仕組みになってるかっていうのもわかるようになって、すごく面白い場所です。本当に皆さん、ぜひ来ていただいて、自分のこう、一番いい設定をまた探していただけたらななんて思ったりもします。では、続いてというか逆に、その SL ならではの良いところとか、可能性とかを感じたことっていうのは、どんな部分がありますか？落ちても怪我しないとか、絵を水につけても大丈夫とか、バーチャルならではの良さは当然あるのですが、特に SL という場所には身体があることがいいなと思います。でっかいなぁも細かいなぁも物差しがないと感じませんよね。アバターである自分の視点から物が見える、体感できるっていうのが良いところだし、ただスクリーンで見る 3D にはない表現が成り立つと思います。そんなわけで、よく見ている人自身が作品の一部になるようなものを作っています。あー、なるほどね。本当に絵を水につけても大丈夫とかいうのは画期的なことですよね。半分水につけちゃってもいいとか、なんかそういうところってのはありますね。あ、今ケルバさんが座る位置を変えてくださいましたけれども、こういう本当に逆さまにも座りますしね。本当ですよね。もうリアルではありえないこういう、もうその自分がその作品の中に入っていくことが本当にリアルにできるっていうのは、リアルにできるっていうか体感するっていう感じでできるっていうのはすごいところですよね。はい、それでは転機になった作品とか、思い入れの深い作品がありますか？はい、いわゆるインスタレーション、環境に設置する展示ということで、今はもうないのですが、ジャズ&アートフェスティバル2008での展示、初めて野外の滝や
森などを利用した展示をしました。今度、シム半分ぐらい使わせてもらって、展示スペースたっぷりあったので、毎日アップロードしまくって、期間中1ヶ月ぐらいの間中、どんどん展示が増えた。建物があって壁にかけるだけでなく、SL の環境を利用していろんなことができそうと思いました。原点ですね。なるほどね。やっぱり、はい。そうやって SL の環境をもうフルに活用していこうっていう、そういう作品だったんですね。同じのはないけど。で、似たことは対視してますね。ということで。なるほどね。じゃあ、ケルパさんの展示っていうのは割とその、期間中どんどん増えてったりとか、どんどん変わってったりってことが多いんでしょうかね。多いです。ニコニコってことなんですけれど。なるほど。本当に、今年のジャズフェスでも、ケルバさんのところ割と、こうずっと展示物が増えていったっていうか、なんか変わっていったかななんていう印象が私にもあるんですけれども。でも、おーっておっしゃってますが、バレてましたかっておっしゃってます。はい。なんかちょっと増えてるかなって思って。でもそれが楽しみで、会期中もね、何回も足を運んだりもしましたので、本当一回見に来て終わりじゃないっていうのは、楽しいですよね。ニコニコっていう。はい。ありがとうございます。ねえ。他にはいかがですか？はい。佐山でいいのかな？佐山七夕ケルパ展2009。展示場所はビル1階で、床にも天井にも星空を配置しました。その天井に椅子を置いてみました。宇宙なのでありかなぁと。で、そこに腰掛けると逆さまになりますが、さらにマウスルックにするとなんか妙な感覚で、天の橋立ての股のぞきのようです。その後、この時の感覚を水の中で、天井ではなく水面からぶら下がってやってみたのが最近恒例の逆さま展示です。なるほどね。本当にね、このマウスルーク、視点を変える特徴っていうのは、私本当にこれやられたなーっていうか、これはすごい画期的なことだなと思ったんですけれども、ね、これはぜひ皆様ご自身で体感なさっていただきたいんですが、ほとんどいたずらに近いですねっておっしゃってますけれども、本当にびっくりするっていうか、セカンドライフならではっていうかね、ニコニコってことなんですが、本当リアルではこうできないことですよね。もう人の視点を、なんていうのかな、固定しちゃうっていう、その本当にこうアイデアに、わあやられたと思って、もうそれ本当に大好きな逆さま展示なんですけれども、なるほどね、やっぱりこの辺が思い出の深い作品っていうことなんですね。なるほど。この SL7B の再現展示の場所にも雨がね、こう天井から降ってくるところがあって、でそれをまた見る場所でその雨の感じが違ったりとか、それこそさっきもおっしゃってた、こう夜にすると違うとか、夕方にすると違うとか、なんかそういう見方がね、できるところも本当にいいですよね。そう。で、すごく楽しい作品をたくさん作ってらっしゃるんですけど、そうだ、あと、卵とかもありましたね。卵に乗って、こう、くるくる視点が、はい、はい、ニコニコっていうことなんですが、視点が本当に変わっていって、あれ 3D 酔いする方はちょっと大変かなと思うんですけれども、
私も自分家に置いて、もう本当にぼんやりするためにこうなんていうのかな、座ってでマウスルックにして、こうくる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 世界が変わっていく様子をこうずーっとこう楽しんでるんですけれども、ああいう作品もね本当にすごいですよね。はい、ということで、遠くからカメラだけで眺めるような見方をよくしますが、遠くから眺めては見えないことが多いです。私の展示は、飛び場のつもりで何でも気になったところをディックしたり動いたりがいいですよ、ということで。あ、なるほどね、そうなんですね。じゃあもうそのケルパさんの作品を見させていただくときには、もうなんかこうとりあえずその辺クリックしてみようとかしてみた方がこう何倍も楽しめるっていうことですね。わかりました、ありがとうございます。それではニコニコっていうことですね。はい、それではあのたくさんお話を伺ってきたんですけれども、次はいよいよケルパさんの実際の作品を、ご案内していただきながら見させていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。揺るがない存在と対極にある、見る人によってその度に発見のあるアートを作り続けていらっしゃるケルパさん、次回はケルパさんご本人にご案内いただきながらその作品の数々を見させていただきます。どうぞお楽しみに。ナビゲーターはルシ横須賀でした。